Vlog 苦手でしょ。やめろや。Vlog すごい苦手そうだなって。みんな緊張してますもん。みんな俺に朝に考えも変えられても緊張します。全然絡む気ないもんみんな。あ、これはおもろいで。これはおもろいな。なんつっても名古屋弁で喋ってんの。これはおもろいな。あ、上がる。おもろ。緊張してんだよ。おもろいな。すげえ緊張してる。俺も緊張してる。朝から。ああ上がってる。上がってる。あ、ここは禁煙なんだな。自分から痛々しくしていくのずるいですよ。こっちの板ぶり汁を残しといてくれないと、その自分で板ぶってるじゃないですか。こっちに板ぶられる前に。自ら。全然板ぶられる準備はできてんのね、俺は。ただ自分でいたぶらんことにはカメラなんか回せへん、俺は。忙しいとこすみません。これ今何してるんですか。フォーカスといって一頭一頭どこに向けて当てるかっていうのを決めていってます。はあ。え、ここガーッと降りないんだ。はい。あ、ただセットが立ってないので想像しながら。なるほど。こういう風に当たるに違いないと思いながらやってます。ここら辺死んでもらって、で、大きさを今の8割ぐらいに絞ってください。はいはい、ちょい首下げときますわ。はい、それで決めておいてください。はい、24番ください。スタッフ楽屋、こちらが音響の宮田さんで、そしてこちらが飯食ってる照明の笠井さん。はい、あれ、これ2人ともだから近代の、あ、先輩で後輩で、お二人ともまだ近代で働いているっていうことですもんね。宮田さんはいつからうちやっていただいてるんでしょうっけ。ピラミッターです。この2007か7でもそれぐらいですよね。ああ相当前ですよね。バックトゥー2004。え、じゃあこのメン今のうちのスタッフメンバーで一番古い。一番古いかもしれない。一番先輩や。あ、そうなんだ。今回九十九論上音響的に一番しんどいところってどこですか。しんどいところ。でもやっぱマイクですよね。マイクは結構だって立東京都に東京にかけていろいろ話し合いやりましたもんね。ね。ね。細かく。だいぶまあ安定してきた。そうですよね。だから僕らのコメンタリーのマイクの音がでかすぎるとちょっとお客さんが笑いにくくなったりとかっていう塩梅を
そうそうそう、ずっと探ってたっていう。小さいとね、あの、うん、役者の声に負けて負けちゃう。他の劇団と違うところって何かあります？うち。まあ他はやっぱりもう少し小さな劇場があるから、うんうん、コンパが私の中ではやっぱり一番大きい場所である。そうなんですね。はい。そういう意味で、まあいろいろ、うん、まあ希望面でも大変なことがあるんですけど、大体一人でやってるんで。そうですよね。それがもう大変で。宮田さんも徐々に、ね、ハードになってきたから。なんかどういうふうに人を入れたらいいかっていうのは、それはだってピラミッターの頃から考えたら全然ね全然違う、ね、今やね、なるほど。照明はどうですか？今回で言うとやっぱり、うんね、映像とのあれですね。はいはいはい。映像を見せるためには暗くしないといけないけど、うん、役者は明るくしないといけないっていうので、そうか、確かにそうだな。それは相当むずいですよね、だって、ね。スクリーンの位置がちょっと劇場によって前後もするので、うん、その辺は苦労しながらやっています。あとは、あの、2階の屋根とか、はいはい、部屋の中のフォロー。そうか。どうしても屋根が、はいはい、天井があったりとかすると顔が暗くなってしまうので、うん、なので、普通に明るくするのがなかなか難しいから、そもそもの。そうそう、あれ音響だったか照明だったか、なんか割り箸かなんかでこうフェーダーをこう上げるみたいな、 ありましたね、その時代。照明か、同時にいくつかのね、うん、私はあの特に記憶とかできなかったから、今それもパソコンで、そう、今はその記憶タグついてデータを、うん、記憶できるのでだったけど、私はそれこそこう、うん、割り箸とか引っ張るしかないかなとか、やってましたよね。もうやってないんで、もう割り箸使ってない。もう割り箸使ってない。ご飯食べる。ああ、なるほど。という面白スタッフチームです。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。基本ツアーついて回る大鹿。うちの大学の後輩。これ大鹿先輩。ね、先輩後輩。先輩から。はい。長川さんだけ唯一僕のこと大鹿って呼ぶんです。大鹿。そっか。みんなメンバーみんな年上だけど。うん、上田さんも大鹿さんとかだし、皆さんだけど、え、今回90クーロン一番大変な部分は、え、今回大変でしょ、だって大変よね。本番は実はそんな大変じゃないけど、うん、もう仕込んで場当たりするまでが大変、まあ、物量がね、単純に仕掛けはそんな少ないけど、うん、ただただセットの物量が多いからね。過去最大に多いよね。だってトラック3台結局行ってるもんね、うん、追加したもん ね、ずっと2台で回ってたけど、うん、そうね、確かに。こっちは援助のみどりちゃんです、うん、みどりちゃんも長いよね、もう。あ、そう、サーフィンから。サーフィン、サーフィンから。それからずっとよね。ずっとそうですね。で、今度チコステも僕ら一緒だしね。お世話になります。だから上田プロデュース、え、上田プロデュース、上田がプロデュースのの舞台もついたりとか、もしてスワさん、お年のやつもついてる。読んでいただいて、皆さんがもみどりちゃんだけ嫌だっていうかね。そうね、もみどりちゃんいないと作品が出来上がらないという。杉浦がいると。杉浦のポジションって何だって。え、何ポジション、お前の。僕、演出部です。演出部。え、今回は何をやってるんだ。今回は最初映像をやって、で、うん、舞台裏来て、うん、なんだかんだやってまた映像に戻るって感じです。ああ、そうか。基本映像担当ね。この最近ずっと映像をやってるよね。映像があるときは。ただまあセット組んだりとかそんなもんね。はいはい。まあまあやってると。はい。だ、みんな売れっ子スタッフがうちに結集しているということでございます。これ映像ブース。これ映像ブース。ここから。映像を出してます。ここが照明ブース。なんか美味しそうに見えた。口はもう遅いよ。いやいや、普通が辛いです。
食べようかな。感覚スパ。もちろん名古屋。そうですよね。どっかで食べようかな。味の想像ついてないます。食ってみいや。いや食べたことある。辛いもんなんですか、そもそも感覚スパ。食べたことある。いやいやいや。ちょっとあるけど そんな辛くない。いやいやいや、これそもそものものとして、うん、ちょっと辛みがあるものなんですか。ちょっとそうだね。ちょっとピリ辛なったりするかな。豚キャベツは美味しそうやけどさ。あんかけスパにしてみようか。うん。行ってや。そうそうそう、あ、そこいちがあんかけスパをやってんだよ。パスタでココっていう。パスタでココ。そう。ココや。そうか。ココイチのココか。ココイチ版パスタ。あ、確かにね。パスタでココっていう。だから美味しいよ、そら。ココイチがやってんだから美味しいよ。どうしよう、めちゃくちゃ悩んでるやん。全然こっから離れられへん。カレー取ったけど、いや、いっぺんあんかけスパ食ってみ。いや、食べたことあるんです。あー、なるほど。あ、前だ、カレーがないのか。辛味ある方がいいじゃん。ちょっと辛味、どんくらい辛いんやろ。これの麺が、その焼きそばのやつはないんですか。どういうこと。これだ、これ、うん、これって、これ麺は何なの。そういうやつ、太麺なのよ。スパゲッティのあれ麺じゃない。じゃない、違う違う、太麺、太麺の、うん、太麺、中華麺みたいなこと。中華麺じゃないんだけど、もうほんまこれ食えやお前。ずっとブツブツ言うてるな、お前。これ何知りたいもん、お前らは。これ何、この二人ずっと文句言ってる。あんかけスパ。あんかけスパ、食えやん。あんかけスパよ、うん。愛知県芸術文化センターへやってまいりました。どこかで僕の出演している映像が見られる。まず、実はここすごく懐かしくて、このアートライブラリー、あれでも地下だった気がするけど、なんかここで、お芝居の映像とかが見れるんですよね、無料で。ああいうところのブースで当時付き合ってた彼女と二人でミュージカルを見たりオペラを見たりみたいなデートをしていた高校時代の俺、あれですね、うん、どうだった、うん、お、ちょうど始まる。ちょっと小屋入りまで時間があるのでご飯を。いいですね、いいですね。ランチ、ああ、いや、サラダとドリンク付きこの値段ですよ。蜂蜜味噌トーストにしました。ただまあ圧倒的に面白いですね、名古屋。ここがコメンタリーブースです。金丸の席、小道具なんかもあって、中川の席、そうですね、小道具なんかもあると。そして、ここでこう見ながらコメンタリーして、出番の時はこう舞台上に出ていくというふうになってます。そしてこれが、まあ、工場、これ西村、あ、これ沙織さんかな、うん、じゃあ沙織さん、尻尾っていう手で出てすげえ長いぞっていう演出でさ、裏でしてるっていう。小道具ブースがあって、こういうふうにね。これパンチにこうやってこういうのを貼ってあると、まあツアー先にこれバーッと貼ると、どこに何を置けばいいのかが分かるという、賢いですね。こうなっていると、これ上行くと肉屋ですね、はい、カツラもこうやって置いてあると。これに一応あのメモ、まあもう今は見ないですけど、
こんな流れですよみたいなことを、援助のみどりちゃんが作ってくれると。こんなもんあんの最高や、うん、あ手羽先手羽の両方。いや、これはまあ最高か。あうまそう。白うまそうですね。ジャケ最高やな、これ。手羽先と天むす。うわぁ。いただきます。おー、早いね。はい。いや、確保。若いな。確保。両方行っていいっていうルールね。そうでしょ、完全に。お箸もあるよ。確保。はい。トゥーライブって有名なとこですよね。そうそう。美味しいな。いただきます。あ、次やつやな。うまい。あったかい。うまいわ。よかった。あの人、劇団員？上松ラインの人じゃなくて？あの人、劇団員だよ。まだやれる。行っちゃってる。行けます。乗ってください。カメラ向けたら喋れへんよ。そんなもん。怖いわ。何年やってんだっけ。喋れるやろ。あ、やっぱりあの人、やば、上田さんのセリフがあるから面白いんだ。そうだよ、上田君と出会った以外何やんねん。そんなこと言わんといてくださいよ。自信も落ちなはれよ。チンプの言葉。やばいやばい。カメラ、こっちやな。こっち側に。こっち側に、ぽい。こっち側に、ぽい。上田君。見てくれてる上田君。これからもよろしくお願いしますね。うちの親もよろしくって言ってました。うちの親言ってた。うちの親言ってるわ、それ。ほんまに、ほんまに言ってるわ。撮られてんね。Vlog の名古屋公園素材を。あれか。サムネ、サムネ、あ、今、あ、サムネ、サムネ。ここら辺に文字を。ああ、いいじゃん、サムネ。こっちかも。あ、いいじゃん。こうかも。サムネ。こうかも。もうちょっと、なんか。こうか。あ、こっちからもサムネ。こうかも。サムネ、サムネ。サムネ用に、あ、表情いただいてます。あ、サムネ。マンションだよね。みんなで、いじってんの。すごいよく見えます。凱旋。凱旋。メガネ曇った。食べた。メガネ曇ってるサムネ。メガネ。
はいはい、ありがとうございます。おーい、どうです、今我々は次どこ。富山ですよ。富山ね、初めて行くね。新幹線乗ります。